開幕戦について語っていきたいと思います、うん、開幕戦鹿児島帰ってきましたよね。はい、久々の鹿児島どうでした？まずじゃあ伊佐尾から。いやー、やっぱご飯が美味しかったですね。しかもあったかい。やっぱ鹿児島暑かったね。びっくりしました。ガッチャンは？うわ、でもなんかね、俺新幹線で帰ったんですけど、うん、なんか懐かしさはでも感じましたよ。2ヶ月で早くね、ちょっと確かにね。でまあ帰ってきてくれて、今回開幕戦、はい、あれだけの4850人来てくださって、お客さんが、その皆さんの前で2人が任命式をして、まあ、一言挨拶をしたわけじゃん。なんか変化というか変わりあった？今まで軽い気持ちだったでしょ？いや正直マジで軽い気持ちであんな感じと思ってなかったんで、いや、ハーフタイム出んのはちょっと大丈夫かなってなりましたね。ちょっとその前にさ、気になったことがあるんだけど、うん、俺と勝ユニフォームじゃん。はい。なんでお前ユニフォームじゃん？この間ほら、任命式でユニフォーム贈呈もされたのにさ。今家なんですけど、俺家ではこの白い T シャツしか着れないんですよ。なんで T シャツなの？一人だけ。去年の途中ぐらいからほぼこれしか着てないです、家では。大きく振りかぶってるんです。大丈夫か？はい。いいっすか？相当。ゴリラは純喜のそれ試合じゃないの？150試合。いい顔してた純喜。めちゃくちゃしゃくれてるよね、これ。しゃくれるシリーズのやつ。アントニオ猪木みたいになってる。100試合ね。100試合で、もう、それ勝ってくれたの？もちろんでしょ。すげえ。家でこれしか着てないです、俺。嘘つけ。首元黄ばんでないぞ。皿です。今下ろしました、これ皿です。純喜も喜んでるかも、絶対見てるから。まず場外でね、トークショーを企画していただいて、うん、3人で、あと新坂さんと、うん、トークショーさせてもらったけど大盛況で。マジっすか。皆さんからのコメントとか感想もすごい良くて、それぞれバランスが取れて、トリオで、伊沢がオチを持ってて、お笑いコンビみたいで面白かったですみたいな意見がめちゃくちゃあって。マジっすか。うん、まあ、確かに一人関西弁、一人ちょっと一言でズバッと言うタイプで、一人ハゲタコ、ええトリオやと思いますわ。なんで俺だけハゲタコ？ハゲタコじゃないですか、明らかに。見た目やん。ハゲタコに。ハゲタコに。言いたいだけやん。じゃあもう次の話題言っていいですか？開幕戦見られましたよね。はい。まあ2対0で勝ってて、3点決められて逆転負けという形になってしまったんですけど、うん、この開幕戦を見ての率直な2人の感想を聞きたくて。いいっすか？俺から。うん、いいよ。うん、いいよ。でまあ、前半入りはもうベストな入りしたじゃないですか。完璧やったね。まあ前半プラス後半15分ぐらいは、まあヒロヤとシュートがしっかり落ちて、サイドバックを内側にしたあのポゼッションとか良かったっすよね。ハマってたっていうか、完全にうちのペースやったんじゃないかなと。なんかほんまに相手もうサイドのスペースにパーンって蹴ってるだけみたいな時間もあったじゃないですか。それしてしまう時って多分相手にとってはめちゃくちゃきつい時なんですよ。余裕もないし。それぐらい鹿児島のプレスバック失った後の切り替えも早かったし、もう一人に対して2枚いってる場面とかもあったし、ただそれを1個剥がされてもその次のプレイヤーにしっかりプレスもいけてたし、めちゃめちゃいいサッカーしたんじゃないかな。今までの鹿児島にあんまりないっていうか面白いポゼッションの方法やったし、まあ、サイドもスプリントタイプじゃないですか、うんうん、純也もそうやし、レイも、うん、サイドに入って、まあ、それがスイッチになって純喜が内側からねスプリントしていって、ウェズレイがね、頭越えるボールを順位に出して、うん、いい攻撃でしたよね。ガチャ。うん、まあ、伊藤が言ったようなことかな。けど、俺は、やっぱ、鳥取さんの、もう、あんだけ前半回されて、うんうん、それでも後半あんだけ食らいついてきて、で、1点取ってあの勢いに乗った、リバウンドメンタリティっていうのは、相手ながらあっぱれでしたね。普通だったらあんだけ前半回されて走らされて、で後半もヘトヘトじゃん、うん、それで交代枠うまく使いながら最後まで戦い切って逆転勝ちっていうのは、まあ虎視眈々と狙ってたんだろうなっていう。今年の鹿児島こういうサッカーしていくんだぞっていうのは、まあ、見えたんで、いいサッカーしてたよ。相手だったら嫌だもん。嫌でしょ、生回されて。やっぱ鍋がやっぱセンターバックに入ったからっていうのはあると思う。で次にこの話の流れからなんですけど、今季注目する選手、うん、各ポジションで言っていい？あ、まあ、あー、それでいこう。各ポジションでいいじゃん。いや、もうせーのであげようか。ああ、いいね、いいね、いいね。まあ、キーパーは難しいよね、すごく。
いや、キーパーは正直、王ちゃんが出ても、白坂くんが出ても、カズサが出ても、足元は。足元で言ったら、多分、うん、白坂くんとか。あ、まあ、そうだか。でまあ、でも、見たことないから。両足すごいらしいですね。まあ、自分がミスしたらもうゴールじゃん。うん。うん、っていうプレッシャーもある中でだけど、フィールドの選手ぐらいにトラップもうまいし、右左変わりなく蹴れるし、すごいね。プレッシャーかかっててもちゃんとこう危ない場所につけれるミスだ。いや、技術がしっかりしてる。マリノスユースだけあるよなって感じするね。現代サッカーのキーパーはね、足元ないと無理だもん。そんな2人を見てる、見ながらこう今成長し続けてるカズさんも、そう、ね、数年でのこう伸び幅っていうのがすごいあるよ。カズサだってもともとキックめちゃくちゃうまいじゃないですか、綺麗なキック蹴るじゃないですか、うん、でやっぱそこにね、経験とシュートストップの部分と大西とか特にそこ引いてるから、そこから結んでもらってね、間合いとかもあるやろうし、ディフェンダー1人あげましょうか。今季注目のディフェンダー、はい、注目期待してるディフェンス、俺は合わさんようにちょっと、いや 俺もあの合わさんようにいくわ。俺王道のとこ行きますわ。じゃあ俺も王道のとこ行こう。待って待って、いや俺も王道だと思うんだけど。じゃあ今季注目するディフェンダー、せーの、ヘンディ。大太郎。ヘンディ。じゃあまず伊佐尾からいこうか。俺、スナ。キャプテンになったスナ。キャプテンだしね。やっぱキャプテンになって、うん、まあ去年、一昨年と試合ずっと出続けてきたじゃないですか。俺と同い年なんで、チームとしても中堅、まあちょっと上ぐらいになってきてるし、まあチームをまとめることももちろんやし、まあけどやっぱ自分の個人にこだわってほしいですね。アシストとかの部分も見たいですね。キャプテンになったからといって、その。まあチームのことももちろんですけど、うんうん、やっぱりそのね、自分の武器であるクロスとか攻め上がりももっと見たいですね。うん、でもこの前はさ、鍋とウェズレだったじゃん。でも俺は小太郎はやっぱ、まあ、必要な選手だと思うから、だからまあ監督が考えてるサッカーに今合わせようとしてると思うんだけど、ディフェンス面に関してはやっぱりすごい高いものがあるから、やっぱりあいつがディフェンスのリーダーかなって俺は思いますね。やっぱリーダーシップも取れるから。じゃあ俺はヘンリー君、どっちかというと思いで選んだ感じかな、うん、鹿児島が天皇杯で広島とやったの覚えてる？ある時が実は彼のプロのデビュー戦な、秋さんが2点決めたやつね。オンオフがすごいあるなっていう、めちゃくちゃ優しいの。優しそうだもん、人が良くて、うん、ただでもこう練習に入った時にスイッチが入って獣のような姿に変わるんだけど、そのギャップが本当に、うん、だって自分の強みも対人の強さとか、うん、攻撃の根を積む守備とか、うん、そう言ってるぐらい本当にアグレッシブにハードワークできる選手だから、去年岐阜で結構出てたじゃん試合、だからまあいい選手だなと思ったよ。なので僕はヘンリー君、まあ、他にもねいい選手たくさんいるんだけど、ミッドフィルダー注目の選手。ミッドフィルダーつってもさ、ポジションがいろいろあるじゃん。まあ自分が思うでいい、ミッドフィルダーね、いい選手いっぱいいるのよね。いい選手いっぱいいるよね。選べんな、これはちょっと選べないよね。これ2人行こうよ。わかった、じゃあ2人でいい。ああいいよ、2人なんですね。あ、俺から言うの決まってるでしょ。じゃあかっちゃんから、はい、今季注目する選手2人挙げてください。お願いします。やっぱりヒロヤかな。ヒロヤと俺もそうっすか。ヒロヤ1人。ごめん、俺もヒロヤ。あー、じゃあ 3票ヒロヤ。やっぱでもこの間の試合見ても思ったし、やっぱヒロヤのここの成長と活躍って多分これからのユナイテッドの鍵を握ってくる。いや、そうでしょ、あいつはもう宝でしょ。あいつはうまいよ。じゃあヒルヤもう3票ということで、うん、あと1人、じゃあそれぞれ注目の選手、うん、勝っちゃう。俺はマジで本当にカイトには頑張ってほしい。野球カイト選手、うん、何度も言うけどもうカイトには本当に頑張ってほしい。あいつは、いや、あいつはだって多分ポテンシャルはやっぱ、でもあんなキレキレなドリブラーってなかなかいないじゃん。だからそれ以外をもうちょっとやっぱこう自分自身で見つめ直して腐らずやってほしいなと思う。じゃあ俺からめちゃくちゃ迷うんだけど、あの純也に頑張ってほしいなと思って。ブラザーズね。NJ に。やっぱ今年のサッカーって推進力ってところが鍵握ってくると思うし、で純也って去年サイドバックとか守備目のポジションで結構使われることが多い中で、やっとこう自分が生きるようなポジションで使ってもらえるようになって。ここでしっかり結果を残して、で彼のまたいいところって突破力、突破力、うん、推進力、うん、でもね俺は思うよ純也、何やっぱ真面目すぎるんだよね。ああ、もうちょっとなんかこう遊び心、俺が言うのもなんだけど、
だからもう鮭さんとかはさ、もう遊び心がすごいじゃん。もう分からんのよ、あの人とか。いいとこも残しつつ、またちょっとボスの元でね、違う部分も伸ばしていってほしいなって思う、純也には。いいさま。俺は、ハチ君。ハチ君のね、やっぱその真ん中のあのテンポっていうか、人と関わりながらスルスルって抜けていくのって、なんか独特じゃないですか。あれめっちゃ好きなんですよね、これ、ああいう感じ。なんか抜けていく、うん、抜けていきますよね。あれ抜けてこられたらどうしようもないからね。だから、このまま途中からやったじゃないですか。ああいう中でもやっぱ、そういうプレー見たいですね。まあ、より守備でもやっぱ、頑張らなあかんからきついのもあるんでしょうけど、ハチ君が入った時はやっぱハチ君のテンポっていうか、ハチ君のプレーを見たいですね。じゃあフォワード、これは一人？うん、そうだね、一人で。かぶるね、これ絶対。かぶるかもね。じゃあ俺からいいっすか、ちょっと。いいよ。園田拓真っすね。そうだよな。やっぱり、あの位置ってめっちゃ大切じゃないですか、今のサッカー。ただやっぱ1点目のあのプレーとかは、やっぱ拓真らしさっていうか、ワンタッチでね、相手の股抜いて、ああいうところに持っていける当て感っていうんかな。ああいうのってやっぱあいつめちゃくちゃ秀でてると思うんで、今年はちょっと爆発してほしいですね。爆発してほしいっていうか、もうあいつが爆発しないと今年のね、チームの昇格の生命線になってくるっていうか、それぐらいあいつの今年の得点は大事なんじゃないかなと。勝ちゃうわ。俺？まあレイかな、やっぱ。ポテンシャルとか。まあでもストライカータイプではないよ。けどこの、なんていうの、この前は3トップの左か。やっぱ勝っトインからのスルーパスとかに抜け出すやつとかやっぱ迫力もあるし、スピードはやっぱすごいから。でもやっぱ対策絶対されるわけじゃん。そうなった時にまた新たなこのプレーの幅を広げていってくれたら、間違いなく2桁を取れるポテンシャルはあるかなって思う。俺の期待というか注目は山本選手。大きいんだけど、ただポストプレイヤーなのかって思わせといて、まあ、本当に足元の技術もしっかりしてる、シュートのパンチ力もある、で自分の自信があるプレーはゴールを奪うことですっていうぐらいだから、まあ、彼のこう伸びと成長がチームの鍵を握ってくるのかなってなんか思ってるんだよね。じゃあ注目する選手は以上ということで、まあね、全選手に頑張ってもらって、やっぱチームとしての組織力でやっぱ1年間戦っていかないといけないから、みんなに頑張ってもらいたいところですけれども、じゃあ次、優勝昇格を目指す上でやっぱり今季注意したい相手っている、いるじゃん。個人的な、まあ、ずっと戦ってきた中でここぞっていう時に負けてたのって沼津とかかなと思うの。沼津とか藤枝とかに、なんかすごいやっぱ勝てなかったチームはやっぱそこかなって思うんだよね。意外とこう上位対決とかだったら勝ったりしてたけど、ちょっと上位の下ぐらいのチームになんかコロッと負けちゃうときって、大体なんか沼津とか藤枝とかのイメージが俺はずっとあって、なんかやっぱこう苦手意識じゃないけど、すげえハングリーだし、沼津の選手たちってやっぱ、去年のアウェーは前半で2点取られたの。でもあれで試合決まっちゃった感じになっちゃったから、やっぱ勢いがすごいチームっていうのは、やっぱこう最初に勢い乗らせたらやっぱとことん来るから、しのぎ合いみたいなのはやっぱ大事かなと思う。伊沢は？俺は岐阜。なぜ岐阜を？開幕戦のメンツ見て、やっぱ層がめちゃくちゃ厚い。ベンチメンバー含めて柏木選手もね入りましたし、よりそれがいい風に向いたら強烈なんじゃないかなと思うし、まあ、全体的に穴がないっていうか、弱点がほんと少ないチームなんかなって思いますね。まあ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 、ここはね3位っていうところで、普通に考えれば上位に行けるっていう実力ももちろん持ってるし、戦力ももちろんいい戦力を揃えてるし、ただそのホーム、お客さんが入れるようになって、太鼓とか、まあ、鳴り物が良くなって、まあ、声が出せないけど、まあ、あの長野のホームの雰囲気っていうのはどこのチームもやっぱり戦いにくさっていうのがあって、で今シーズン、15チームで28試合しかないっていう中で、まあ、本当に長野のあのホームでの強さっていうのが際立つんじゃないかなって思ってるのと、やっぱり鹿児島そんなに相性が今までも良くないから、そこをどんだけこう払拭できるか。まあ去年ね、初めて長野の地でアウェイで例のゴールで勝ってくれて、やっとこうなんか呪いが解けたじゃないけど、ここでの戦いっていうのが、特に終盤なんて順位関係ないから、死に物狂いで来るから関係ない。 SD とかはね、それがすごくあるよね。あるある、マジであるよ。だから自分たちのサッカーを貫いて優勝するのが一番ベストだ。だってまあいいサッカーしてたし、サッカーとしては本当に
多分鹿児島でやってきた中で一番魅力的なサッカーだった。魅了してたじゃん、お客さんとか。だからやっぱすげえなーって思いながら見てたけど、内容も良くて結果も出すってやっぱ難しいよね。だからこの前の鳥取さんみたいに全然内容良くないけどやっぱ勝っちゃうみたいな、そういう勝負強さっていうのはやっぱり今までの鹿児島の課題だと思うから、うん、まあ劇的な試合とかも多いけどコツコツ勝っていくのがやっぱ大事なのかなって思う、一つ一つをね、うん、じゃあ期待しましょう。みんなで我々も応援部隊としてファンサポーターの皆さんとか応援する側の立場でみんなをこう少しでもいい雰囲気で持っていけるように応援していきましょう。よろしくお願いします。このチャンネル存続のためにもグッドボタンかつやらんかいチャンネル登録お願いします。またありがとうございました。